ちょっとね、こうやって今トス上げてる時もこうやって頭がこっち側にちょっとずれながらこうやって上げてる感じがして、こっち側に流れてる気がする、トスが。なんか反らなきゃいけないのかなっていうちょっとイメージ。反るにしても、例えばじゃあ最初から反るにしても、こういうふうにバランスを作っていくような感じ。これがこうやったらこっち側にずれちゃう。このまま、じゃあ最初からこうやってこういうふうにバランス作っておいて、このままこうやって上げたら、ちょっと打点のところに顔を残しておくぐらい最初にバランス作っておく。これ今こうやってまだ動きながら、だからこっち側にずれる。もうバランス決めて、そう。そしたら今の位置が安定すると思う。スピンサーブはこのバランスのまま蹴って、頭の位置がこうやって上に行けばだ。反っても、こっち側に頭がずれてる感じで上に振り抜けない感じっていうのは、これで今こうやってビューンってこうやって振っても、あんまり回転自体は早く振ってもそんなに飛んでない。上に頭のバランスが安定してないって、こうやってこっち側にずれながらだと、こうやって重心こっち側に持っていかれるから、いくら上にこうやってスイングしようとしてもこういうふうなバランスになって、多分それがヒットミスの原因。じゃあそのトロフィーポーズ作った時に、この時にこうやって曲がってるようなつもりだけど、こうやって上がってる感じで、こういうふうに蹴ってるのかな。あんまり上がらない方がいい。例えばスクワットってこうやってやる。だから上に力を出したかったら、もうちょっとかかとの方っていうか、これでこうでしょ。そんなに曲げなくて大丈夫。もっともっとヘッツ、このぐらいで十分で、高いとこ。すごい、なんか超蹴れた気が。そう、はい、もっと早く。